痩せたさらにイケメンユリ、タトゥーびっしりタンクトップでの川遊び姿がイカつい、感。感じる。シンガーソングライターのユリ、30が9日までにインスタグラムを更新。イカついタトゥーが目立つタンクトップ姿を披露した。この日、ユリは、貸してきた。川、と綴り、川遊び中のショットを公開。 写真のユリはタンクトップの夏らしいコーデで、右腕の全体にイカついたトゥーがびっしり入っているのがわかる。ユリさんといえば、ドライフラワーなど大ヒット曲でのエモい歌声とのギャップが感じられる、やんちゃなビジュアルが人気の秘訣でもあります。インスタグラムでは定期的にタトゥーが目立つショットを公開しており、ファンから反響を呼んでいます。 テレビなどで歌っているゆりさんしか知らない人が見たら驚くかもしれません。女性誌ライター。ゆりの夏満喫タトゥーショットにファンからは感。感じる上、夏満喫してるしかも、イケメンすぎちょっと、最近イケメンすぎじゃない。といった称賛の声のほかゆりくん痩せたフェイスラインが主としてるとビジュアルの変化を指摘する声も上がっていた。 痩せたさらにイケメン腕の筋肉とタトゥーもキュンとの声もあり、ファンを大いに喜ばせているユリの夏ショット。ワショットもいいが、今度は海でのショットにも期待だ。イカついたトゥーがよく似合うユリ。今回の投稿には痩せたさらにイケメン腕の筋肉とタトゥーもキュン、感。感じるうーっといった反応もあり、 ますますビジュアルが進化しているよう。